We are Uri。 はい、こんにちは、竹下です。福田一郎さんがね、お誕生日だったんですが、ちょっとね、回線の都合で連絡が取れなくて、ごめんなさい。改めまして、お誕生日おめでとうございます。歌なんかもね、歌わせていただいたんで、ぜひ聴いてみてください。福田さんとのね、思い出は相当古いですよ。最初に親しく話をするようになって一緒に列を戦ったのは、川場村の特設コースの時ですね。あの頃は、過去30人までがシードなんですよ。シード選手なんですよ。で、シード選手に残ったことがある選手はオープンクラス、エキスパートクラスっていう名前だったかな、ちょっと忘れちゃったんですけど。で、過去30以内に入ったことない選手は、スポーツクラスって言ったかな、だったんです。でそこで、当時のね、モーターチューナーの関口義雄さんがね、すごくいいドライバーがいるよって紹介されて、売ってたんですけど誰にも注目されなかった、当時の大場国君を、無理やり練習もなく福田さんに無理やり押し付けてで福田さん走ったんですけど、さすがにうまかったですね。もうこれは厳しいだろうっていう状況だったんですけど、予選多分ね11位だったと思うんですよ。最後のヒートで落ちちゃったのかな。11位で、でもねすごくいい走りでした。印象に残るね、いい走りでした。その時は、一緒にやってた山崎選手が TQ を取ったんだけど、アトラスの、最後やられちゃいまして、で結果2位になりました。まああれはあれでね、すごくいいレースだったと思います。で僕はと言いますと、レース直前まで絶好調でして、1週間ぐらい前から入ってたのかな、今タミヤにいる前住さんとね、同じラップで走ってたんですが、当日の朝ですよ。当日の朝新車が組み上がってきて、走らせたんですけど全然走らない。でこれ後に、僕の車だけリアの等角がゼロだったことが分かったんですけど、いやー、だいたい路面って上がってくもんなのに、なんでこんなにグリップしないかなと思いながらも走りました。もうまっすぐ走れないし、カーバって当時こう下りでね、あと上りもあるセクションだったんですけど、とにかくトラクションがかかんなくて、なんか本当に辛いレースだったんですけど、終わってみたら12位だったのかな、12位だ。うん、そう、その時に、ちょうどね、ちょうど面白いのがトップスターキットの渋谷にあったね、トップスターキットのメンバーがね、ずらーっと並んで、海の、あと加藤純也さんね、で、あと俺、あと福岡のコントロール2から
B 面落ちしたっていうねまあそれもまたいろいろあったみたいですけど、まあそんな思い出があります。で福田さんはね、病気でね、不随になっちゃったんですけど、今はもう本当に復帰してもう笑うしね、もう手なんかも動くし、本当にすごいことだと思います。努力にはもう頭が下がる思いです。福田さんにね、先日ね、そろそろラジコンもね、まあ来るとこまで来ちゃったから、福田さんが、まあ、そういう状態、手がうまく動かない状態でも楽しく走れるラジコンを作ることをまず目標とするよっていう話をしたら、それはすごく最高に嬉しい話だけど、そうじゃなくて子供たちが楽しめるラジコンをね、ぜひ竹下さんに作ってほしいって言われて、参ったな先を見てるなっていうかね、やっぱりラジコン愛してるなと、そんな風に感じました。じゃあ改めて、福田一郎さん、お誕生日おめでとうございます。竹下敦史でした。